ガムとかちっちゃい粒ガムは女性のために作られたガムなんだよ。どうも、はじめました。ゴージャスオーガニック、私がゴージャスです。アシスタントは、はい、ゆなこです。ゆなこさん、知らなかったです。普通は板ガムでしょ。板ガム、板ガムって平べったい、あれはちょっと食べるときに女性がこんな顔になっちゃうから、それが嫌だっていうことで、ちっちゃい粒ガムの粒ガムだやったでしょ。確かに粒ガム食べる時のやつみたいな、ほら板ガムだとこんな顔になって、すごいね、えなこちゃんでも変な顔になっちゃうからね。そうなんだ、ね、だから女性のためにできる。そう、優しい、ね、優しいね。豆知識読んじゃおう。クレーッ、はい、ということで今日は一体何やるのかな。はい、今回は、なんと、配信されたばかりのミストギアの紹介をするよ。待って待って、ミストギア、ということでね、まずは新しい PV があるので、新しいやつ、それを見てみましょう。見ていきましょう。では VTR スタート。すごい、すごいですね。かっこいい PV、 イラストもね、ね、漫画の方もすごい気になる感じで、でいろんな展開していくんだよね、そのね、漫画とか小説もね、すごい同時展開ですね、さあということでね、ここからは、ケンタロウに説明をしていただきましょう。ケンタロウ、はい、よろしくお願いいたします。うわ、はい、いい PV だったな。そうですね、で先ほどゴージャさんにも触れていただきましたが、ミストギアはなんとエイリムさんと、トライエイさんと、集英社キャラビス、キャラビス室で作る三社合同プロジェクトとなっております。でかい、でかいプロジェクトだ、これ、持っとかないと。そうですね、ゴージャスとか持っといた方がいいこれ。はい、でプロジェクトミストギアとして、漫画、ゲーム、小説で展開して、複数メディアでドイツの世界観を楽しめるコンテンツとなっております。で、漫画と小説の方はですね、もう10月29日はもう連載と発売がもうされております。読まなきゃ、そうです。で、まだまだまだ終わってから、終わってから、終わってから、バカか。すごい先立っちゃって、抑えて。でもう11月26日になんとゲームの方もリリースされましたということです。素晴らしいでございますね。なので新しいイメージボードが、はい、お他にもミストの、そうですね、でこう戦ってるやつとか、あとはこんなように日常の
こういう風景とかも。ちょっとちょっとちょっと、はい、え、待って、はい、まだ話してないけどアニメありそうだよこれ。いや全然展開してもおかしくないですね。覚えてるとこ見たい。はい、早い早い。いいね、いい、いいアニメになり、なりそうだね。やっとしたな、うん、本当に本当にね。でなんと、はい、登場キャラクターのトロナのコスプレをなんとえなこさんがやっていると。そうなんです。そうですね、はい、実はですね、うん、撮影もしまして、うんね、うん、はい、クールな感じで撮らないといけないね。そうなんですよ、ね、であの衣装も武器もすごくクオリティが高くて、ほう、はい、本当に写真映えする感じ。そうなんですよ、車ついてた。でその撮影されたものがですね、うん、もう現在、もう発売されてます、うん、週刊ファミ通12月6日発売号の紙面にて、うん、なんとそのコスプレのグラビアが載ってます。おー、はい、載ってます、はい、もう、はい、なのでちょっと一部あのまだです。終わってからさっきも言いましたけど、終わってから、終わってから先立ちです、はい、抑えて。で実際あの雑誌とはちょっと違う感じなんですけども、うん、あのこんな感じの写真をっていうのをこんな感じです。うわー、撮影したやつです。はい、これ実際あの写真はあの雑誌の方でも載ってる写真ですね、はい、あら、はい、確かにクオリティ高いわ。そうなんです、すごくかっこいいんですよね。スイッチ入ってるね。はい、そう、ちょっとクールっぽいの、クールっぽいの、すごい、うわ、いいですね。はい、なのでぜひ皆さんお買い求めてください。はい、ぜひ買ってみてください。はい、うん、はい、であとなんとミストギアの勢いはもうこれだけじゃないです。これだけじゃない、なんとあの12月にイベントがあります、うん、12月22日土曜日から23日日曜日に開催されますジャンプヒーロー大集合の超フェスティバル、ジャンプフェスタ2019にミストギアのブースが出ます。おー、すごい、すごい、はい、ジャンプフェス、はい、イベントの目玉としましてはスペシャルゲストの撮影会があります。おお、はい、誰だ、おスペシャルゲスト、はい、人気 YouTuber のはじめ社長さん、はじめ社長、はい、おあと筋肉ムキムキの小原明人さん、おお、筋肉ムキムキトラナのコスプレをしてるえなこさん、おお、えなちゃん、おお、えなちゃんも行くんだね。そうですね、はい、うん、でなんと、あれ、あれ、これはよ、え、これは、呼ばれてない。ミニークの銃だっけ。ミニークの銃ミニークの銃です。でなんと、うん、そのゲストの方たちはですね、うん、このゲームの中で所属するプレイヤーが所属する第7招待、うん、クズナナのメンバー、クズナナ、はい、要は先ほどえなこさんのトルナ、トルナ、はい、で、はじめ社長さんはシエロ、うん、シエロ、はい、で、小原明人さんは隊長のグランドのコスプレをして登場する感じですね。はい、はい、で、また撮影会の内容ですが、うん、22日は、このクズナナ3名と一緒に、3名と、はい、23日は、うん、トルナ、グランドとの撮影会になります、うん、はい、こちらあの一緒に撮影もできます、はい、でコスプレ撮影会も OK と、おお、予定となっております。おまだ予定です。すごいすごい、はい、ないよその日、はい、確かに、そうですね、確かに、俺も撮りたいから行っちゃうかもしれない。はい、でまた他にもですね、はい、ハイタッチ&手渡し会というのがあります。はい、そちらの内容はですね、22日には、はじめ社長サンタ、はい、23日はなんとえなこさんがえなこサンタになって、えなこサンタ、はい、やばいね、えなちゃん、ハイタッチャンのミストギア特製お菓子の手渡し会を予定しております。すごいな、はい、うわ、はい、でその他にもですね、うん、ゲームに登場する武器を持って撮影ができたり、あ、ほうほう、はい、あとは、まあ、数には限りがありますけども、うん、漫画まるっと1話と小説数ページ収録している単行本の無料配布もございます。やばいねこれ。いやこれはいいですね、はい、うん、結構ボリュームがあるので、うん、ぜひぜひ皆さんお足を運んでいただけたらなと思います、うんうんうん、はい、ぜひ来てください、はい、うん、行っていただきたい、はい、イベントの詳細はですね、はい、ミストギア公式サイト、うん、またはツイッターの方で情報を更新しますので、うん、そちらの方を確認していただければなと思います。なるほどね、ちょっと確認してきて、いや、まだ、こら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 、3回目です。ここでもできるし、バカか、ね、はい、まあ、以上がこのミストギアの今後の展開の告知となっております。はい、すごい盛りだくさんですね、やっぱね、そうですね、うん、はい、
なので、はい、じゃあもうゴージャスせっかくなので、はい、ミスト時はねやっぱ最初の目玉、はい、ガチャがあるじゃないですか、はい、あれがもう気にするまで聞き直しができるということなので、すごいよね、はい、うん、ちょっとそちらの方をやっていただこうかなと思います。いいですか、今回のために私、うん、まだ何にも触っておりません、うん、はい、あえて何が出ても万々歳でございます。ありがとうございます。はい、それでは私のゲーム画面いきましょう、こちらです、ダン。はい、お早速お、ガチャ画面でございます。急に始まってびっくりした。うん、演出は何かあるんですかね。お黄色に光ったりとかします。なるほど、はい、からのこれからのからの戻って、おお四ですよ、いいじゃない、できるよ。次三、まだまだいくよ、三、うん、おこれ来たじゃない、おお、お出ました、やった、マジか、一回で一回できた、いい見せ方ですね、いい見せ方持ってる、やっぱり相性がいい、とてもいい見せ方ですね、よ、変わった武器だね、はい、これでもう俺終わりかな、ただまだある、まだありますね、3、うん、3、もう一個欲しいな、欲しいね、欲しいな、もう一個、うん、もう一個、もう一個、もう一個、変わる、もう一個、あ、もう終わり、もう終わりかな、これ終わりか、あ、4、まあまあ、はい、ただ今はやり直しも今ね、最初だけ出てるよ、だって、ね、出てるもんね。ただゴージャン見てください、これ、うん、武器は出てますが、はい、実は防具もあるんですよね。え、これパイロテージは取っておけないのかい取っておけないよね、取っておけないんですよ、このままやめるんだったら取っておけるけど、そうです、これでもうゴージャさんが始めるんだったらこれでも全然、うん、1個じゃ足んねえよな1個じゃ足んねえでしょ、そうですよね、やっぱり、うん、まあ、できれば、ね、武器と防具一つ、そうです、なんか1個ずつみたいよね、はい、そうだな、夢を、うん、夢っていうか俺これ10個欲しい子になるまで帰らないぞ、これ10個じゃあお一人、お一人でもう一回よ、はい、うん、はい、あの演出良かったよね、良かったですね、すごく、うん、ああいう演出もあるんですよね、ドキドキしますね、ね、さあ、行くぞ、お、お、お、ちょっとなんかカットイン入るの、でもさっき終わったんですけどよし、さあ、一個ずつ行こう、ほらほら、もう、持ってる、引き直しよかった、すごい、すごい、これすごい、あとこれ、これが9回続きますから、へへへ、それ壊れてるわ、防具、防具、うそー、これ、マジで、マジで、やば、ええ持ってる、すごい、やばい、おおすごい、おおやばい、死んじゃうかもしれないやばい、健康に気をつけないと、いこれがでもあと8回続くから、すごいすごいすごい終わりましたね、なわけないなわけない、まあ、でもまだまだまだいっぱいありますよ、まだまだいける、うん、いやまだいけるぞ、まだまだまだ、こっから折り返し、まだある、いや熱いですね今の、すごいな、あと1回いく、あと1回、あと1回で神動画、あと1回で神動画決定、あと1回で神動画だ神動画、神動画にしたい、神動画、あでもいやでも2つ、しかもこれもちろん自分ももちろんそうですけども、はい、あの後ろに2人パートナーいたじゃないですか、はいはいはい、あのパートナーにもこの装備できるので、全然武器が何種類出てもいいと思います、そっかそっか、いや全然いいと思いますゆなちゃんもむせるほどすごすぎて待て待て待て、興奮しちゃいました、 1,2 増えてるな、はい、次3行くそんなるんじゃないお、超えますかこれを、これを超えますか、まあ装備がね、装備がね、はい、来てない、これ紙みたいな装備つけらんねえ俺がね大丈夫、大丈夫、 1,2 って来てたから3来るでしょ今度取り返してよ、まあでもや何回でもやりにできるから、気が済むまでいきますね、それがすごいよね、はい、お、来たほら、カットインほら、カットイン何回までやってる見せなかった、最初からあったらよし、お、よし滑り込んだぞ、おい、うん、まあまあ、3、はい、まだはありますか、まだいっぱい、はい、3、溜めてる、溜めてる、溜めてる、まだまだ星溜めてるよ、星ダメ、3、
いいか。さあ、こっから報酬解放しますよ。解放しますか。あ、マジで？ペロリンチョからの。おーおー、あ、一番最初のやつ、一番最初に出たやつですね。はい、こっからでも、もう一回解放、こっから解放して、こっから解放して、うん、減りましたね。出てるよ。むしろ一回目と同じぐらいだよ。はい、まあ、なので全然何回でもできますので、何回でもできる。はい、はい、で、なんとまだ現在ですね、1月11日までですね、期間限定でクズナナの一人のシエロの装備もこのガチャで登場しますので、はい、ぜひ、皆さん引いてみてください。まあ、はい、私はこのまま引き直すので、このままそうね、気が済むまでできるからね。気が済むまでできますね。はい、で、ぜひとも皆さんね、こちらね、ミストギア、あの、ダウンロードして、はい、概要欄の方にリンクがありますので、はい、はい、ぜひともね、いい武器、防具、星5を引いてみてはいかがですか。気が済むまで、気が済むまで、はい、ということで、本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。ラストもう一回言ってみて。私も私も。おーおーおー、エナちゃん来たよ。ほら、エナちゃんがね、コスプレしてるからね、エナちゃんは。曲ならコスプレ。いや、関係ねえじゃん。関係ねえよ。来た、いやいや、勝手に入った。いや、一緒なんだよ。見てなかったのか。さあ、来てますよ、滑り込んで。3、はいはいはい、まだまだまだ、3、はい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 、4、まだ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 、3、来るよ、3、星溜めてますよこれ、4、4、4めっちゃ出る、3、いやまだまだ、3、まだ、4、ねえじゃねえか。星子どこやったんだよ、俺のやつは。すいません、ねえじゃないか。おい